ケビン・ジョゼフ・ウィットは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州出身の、元プロ野球選手。1994年、MLB ドラフト一巡目で、トロントブルージェイズに入団。1998年9月15日、メジャーデビュー。2005年、契約交渉が決立し、中日ドラゴンズに移籍したタイロン・ウッズの代役として、横浜ベイスターズに入団。 2004年は三ゲで本塁打王に輝いており、左の大砲として大いに期待されたが、日本では30打席目にして、ようやく来日初本塁打を放つなど、極度の不振に陥ってしまい、その後も活躍の兆しがないために二軍暮らしが続き解雇された。2006年シーズン、タンパベイデビルレーズとマイナー契約を結ぶ。 3A オールスターでは3打数3安打3打点と活躍し MVP を獲得。シーズンでは36本類が99打点でリーグ2冠王に輝きインターナショナルリーグ MVP を獲得。またメジャー昇格も果たしている。シーズン終了後東北楽天ゴールデンイーグルスと契約を結ぶ。2007年3月25日の開幕2戦目で 本類が2本の大活躍を見せたものの、その後は満足な成績を上げられず、シーズン後半は2軍暮らしが続いた。結局、シーズン成績は打率。174.6本類が15打点に終わる。シーズン終了後、翌シーズンの戦力構想外となり1年でチームを去った。2008年、シアトルマリナーズのスプリングトレーニングにも参加したが、 この年限りで現役を引退。引退後は少年野球のコーチをしていたが、2017年にマイアミマーリンズ参加トリプル a 級ニューオーリンズベビーケークスのコーチに就任。2018年はマーリンズ参加 AA 級ジャクソンビルジャンボシュリンプのコーチ。2019年はマーリンズ参加 A 級ジュピターハンマーヘッツのコーチを歴任した。横浜。 楽天時代ともに低打率であったが、ひたすら振り回していた横浜時代に比べると、楽天時代には指揮を選べるようになっているなど、日本野球への若干の適応を見せていた。長打力は凄まじく、楽天時代の2007年の紅白戦では、田中正宏からバックスクリーンを超える、推定飛距離160メートル超の場外本塁打も放っている。 シーズン中はボールに合わせただけのバッティングで、外野フェンス付近まで持って行き、たびたび実況を困惑させた。打席での本塁打か三振かという様を見て、野村克也監督からは、宝くじ、投手の代わり等と呼ばれていた。巨体に似合わず俊敏な動きを見せることもあり、キャッチングがうまく一塁守備は堅実であった。ダイビングキャッチ等のファインプレーも時折見せ、投手を助けた。 人の良い性格で、チームメイトに好かれていたため、横浜時代には、自身の出場する2軍の試合を、マーク・クルーンや田村一志が妻子を連れて、観戦に訪れるなど、人柄の良さが現れた多くのエピソードがある。楽天在席時の応援歌は、横浜時代のものを歌詞を書き換えた上で使用していた。これは、楽天の施設応援団である全国、らわし連合会が、 横浜の施設応援団である全国制破壊に交渉を試み、使用許可が降りたものである。ありがとうございます。